どうも、ササンでございます。私、以前ですね、Apple の MacBook Pro の16インチモデル、これが10月末に発売されるんじゃないかというふうに噂されてて、まあ、それが出たら買いたいなっていう動画を、MAX 村井さんの真似しながら、なんで欲しいのかっていう理由とかをね、解説する動画を出したんですけど、その MacBook Pro 16インチモデルと一緒に発売されるんじゃないかというふうにずっと噂されてたものがありまして、それが何かというと、手元にあるのが、Apple が出してるワイヤレスイヤホン AirPods っていうやつなんですけど、俺が持ってるのはこれ第1世代のやつです。で、これ実は今第2世代まで出てるんですけど、これの上位モデルの AirPods Pro っていうやつが発表されました。多分ね、10月29日、日付変わってすぐぐらいに発表されたのかな？発売が10月30日にされますよっていう風に発表されました。で、残念ながら MacBook Pro の16インチモデルは発表されてないんですけど、俺のチャンネルでね、ワイヤレスイヤホン結構今まで何回かレビューしたことあるんで、そのね、新型の AirPods Pro もレビューしてほしいなって思ってる方多分いると思うんですよ。しかしですね、最初に言わせてもらいますと、私サスさん、今回の AirPods Pro 購入しません。実はその AirPods Pro の発表っていうのは、俺ツイッターでね、瀬戸康史さんをフォローしてるんですけど、その瀬戸さんのツイートで気づいたんですよ。で、いろいろ調べたりとか、公式サイトとか見て、かなりね、買おうか迷いました。で、結局、いろいろ考えた結果、今回は見送ろうという風になったんですけど、まあ、今回その見送ることにした理由っていうのと、あと AirPods Pro のまあ新機能とかスペックについてちょっと解説しながら、話していきたいなと思います。で、先ほども言ったんですけど、Apple の AirPods Pro は発売が10月30日。で、価格がですね、27,800 円の税別になってます。なので、税込みで3万ちょいになりますね。で、形状もね、この俺が持ってる AirPods の第1世代と、あと第2世代と第1世代全く形一緒なんですけど、これとはちょっと形が変わってるんですよね。この第1世代と第2世代は、まあ、こんな感じの形で、で、インナーイヤー型っていうタイプのイヤホンなんですよ。インナーイヤー型っていうのは、この耳の耳介っていう、この表面の部分ですね。ここにこんな感じでこうスポッて引っ掛けて使うタイプなんですよ。でも AirPods Pro はこれ今ね、ゼンハイザーのイヤホン出したんですけど、こう先端にね、こういうシリコン型の、イヤーチップっていうやつがついてて、この耳の穴にこうブスって差し込んで、こうしっかり固定できるような感じのイヤホン、これにねなってます。まあ、ただこういうね、イヤーチップがついたやつ、これカナル型って呼ぶんですけど、 Apple の公式サイトを見ると、その AirPods Pro は、インイヤー型って書いてました。インイヤー型とインナーイヤー型っていうのは同じ意味です。まあ、ただ先端にイヤーチップがついてるのを見ると、まあ、ほぼカナル型のような感じの使用感になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんな感じの違いがあります。で、その今回発表された AirPods Pro 最大の特徴何かというと、アクティブノイズキャンセリング機能っていうのが搭載されたんですよ。まあ、簡単に言うと、こうイヤホンをつけて、そのノイズキャンセリング機能っていうのを有効化すると、外部の雑音みたいな音っていうのを、まあ、ある程度打ち消してくれるんですよね。もちろんね、そのイヤホンつけたら全く無音状態になるみたいなことではないんですけど、まあ、ある程度気になる騒音みたいな、例えば電車に乗って使ってたら、その電車のガタンゴトみたいな音を結構緩和してくれるっていう機能です。そのノイズキャンセリングっていうのは、よくねワイヤレスヘッドホンの結構高級なモデルとかについてる機能で、まあ俺もそのノイズキャンセリングついたヘッドホン持ってるんですけど、まあ結構ねいいです。ただそのノイズキャンセリング有効化すると、独特な圧迫感っていうか、まあちょっとね、使った人じゃないとわかんないと思うんですけど、こうただ無音になるっていう感じともちょっと違うんで、好きな人もいれば結構嫌いな人もいるんじゃないかと思います。で、もう一つ大きな変更点があって、外音取り込み機能っていうのに対応してます。それが何かというとですね、こういうイヤーチップがついたカナル型のイヤホンって、このシリコン部分が耳の穴にこうすっぽりフィットして、耳栓みたいな感じなんですよ。なので外の音っていうのはあんまり聞こえなくなります。ノイズキャンセリングっていうのを有効無効とか、そもそもそのノイズキャンセリングついてるついてないに関わらず、ある程度遮音性が高いんで、外の音っていうのは聞こえにくくなるんですよ。この第1世代と第2世代の AirPods はインナーイヤー型で、イヤーチップがついてなくて遮音性っていうのが低いんで、例えばね、イヤホンつけたまま電車の次の駅っていうのが普通に聞こえて
たりとか人と会話したりっていうのが可能だったんですけど、カナル型っていうのはそれが厳しくなるんで、その外音取り込み機能っていうのがあると、まあ、イヤホンをねわざわざ外さなくてもそれを有効化することで、人と会話できたりとか、電車に乗ってて次の駅を聞き逃さなかったりっていうことができるようになってます。で、そのノイズキャンセリング機能と外音取り込み機能っていうのは、この AirPods のこの下に長い部分、この辺に、なんか感圧式のスイッチみたいなやつがついてるらしくて、これを押すことによって iPhone 本体を操作しなくても簡単に聞き替えっていうのができるみたいです。それとジムでトレーニングしたりとか外でランニングしながらこの AirPods 使いたいっていう風に考えてる人に結構いい機能なんですけど、その AirPods Pro は IPX4 っていう耐寒耐水性能っていうのが追加されてます。実はこの第1世代と第2世代の AirPods は、まあ、汗とかね水がついた時に、まあ、壊れませんよみたいな、公式からのアナウンスっていうのは一切なかったんですよ。でも実際俺はこのイヤホン使って、まあ、ジムでトレーニングとかして結構汗かいても壊れなかったんで、まあそんなにね気にする必要ないのかなと思いますけど、まあこの第1世代第2世代の人も、まあただそうやってね公式でちゃんと耐寒耐水性能がついてますよっていう風に言ってくれるのは、まあ結構ありがたいかなと思います。はい、続いて使用時間についてなんですけど、この第1世代と第2世代の AirPods はイヤホン単体で最大5時間の音楽連続再生っていうのができて、でケースにしまうと本体を充電できるんですけど、このケースと組み合わせることで最大24時間使うことができます。で、今回発表された AirPods Pro なんですけど、そっちはですねイヤホン単体で、ノイズキャンセリング有効化すると 4.5 時間、でノイズキャンセリング無効化すると5時間再生できます。でケースに収納して充電すると最大24時間使えるんで、この第1世代第2世代と比べて使用時間っていうのはまあほぼ変わっていないという感じですね。はい、で最後充電方法についてなんですけど、この AirPods Pro、 これはね第1世代ですけど、これプロだと思ってください。これも、底面にこういうねライトニングの端子がついてて、ライトニングで有線で充電する、もしくは地域規格のワイヤレス充電器にこうやって乗せると、まあ、ワイヤレスでね、充電されるという感じになってるみたいです。もちろん他にも細かい変更点っていうのはあると思うんですけど、まあ、ざっくり説明するとこんな感じです。で、なんで私サスさんが、AirPods Pro 買わないのかという話なんですけども、俺ねこの AirPods 第一世代は結構使いました。最近は他社からもこういう風に、ね、ワイヤレスイヤホンいっぱい発売されるようになって、俺もね他社のイヤホン結構いっぱい持ってるし、しかもねこの Apple の、第一世代の AirPods、 これよりもその他社で後発で出てきた結構低価格なイヤホンの方が音良かったりするんですよ。でも俺はね結構この AirPods の方が気に入ってたりして、なんでかっていうと、これねインナーイヤー型なんで、さっきも言った通り外部の音が聞こえるんですよ、つけたまま。これがね本当に非常に気に入ってて、この AirPods に慣れちゃって、その後有線のこれイヤーポッツって言うんですけど、ケーブルあるタイプはこれもね欲しくなって後から買って使ってたりとか、本当にねつけ心地がいいんですよ。ただその AirPods Pro になると、まあ一応公式サイトはインイヤー型で書いてますけど、ほぼカナル型の使用感になると思うんで、まあ外部の音っていうのが聞こえなくなる。もちろんねさっきも言った通り外音取り込む機能っていうのはあるんですけど、まあ、個人的にはねこうつけたままそういう機能を使わないで自然な音っていうのを聞こえた方がまあ嬉しいので、そこがねまず1点、俺にとってはマイナス、まあ、これはね本当に個人の好みの問題です。で2つ目、これがね本当に最大の理由なんですけど、今俺が使ってるスマホは Asus の Zenfone 6ってやつなんですよ。これ Android のスマホです。でこれ最新のやつなんで、もちろんねこれ充電端子は USB の Type-C なんですよね。今現行の iPad Pro が結構ね Android とかでも多く採用されてるこの USB Type-C になってるんですよ。で今年発売された iPhone 11シリーズ、これもね結構前から噂で USB Type-C になるんじゃないかという風に言われてたんですけど、まあ、残念ながらね、ライトニングから変更なかったんですよ。で多分ね来年はもう USB Type-C になるんじゃないかという風に言われてます。まあ、現行の iPhone がねライトニングなんで、まあ、AirPods Pro もライトニングにしたっていうのは仕方ないことなのかもしれないんですけど、俺はねやっぱ USB Type-C にしてほしかったなっていう感じ。しかも俺の場合はね Android だから端子が違うっていうのはしょうがないかもしれないですけど、 iPad Pro 使ってて AirPods Pro と合わせて使いたいっていう人も絶対いるじゃないですか。でそういう人にとってもやっぱり Type-C にしてほしいっていう風に思ってる方はいると思うんですよ。
なので AirPods Pro の充電端子が Type C で発売してほしかったというよりは、まあ、選べるようにしてくれれば一番良かったんじゃないかなと思います。ライトニングと USB Type C のモデル。実はね、今第2世代の AirPods っていうのはケースが2種類バリエーションあるんですよ。一つ目がこの第一世代と全く同じ形のやつで、二つ目がですね、なんか本体にランプみたいなやつがついてて、ワイヤレス充電に対応してるケースがあって、で、イヤホン本体は全く同じなんですよ。で、値段がですね、ワイヤレス充電非対応が17,800円。で、ワイヤレス充電対応が22,800円という風になってて、その価格の差別化っていうのもされてて、まぁ、今回もね、そういう風にライトニングと USB Type-C で分けるとか、まあ、もしね、そういう風にしてくれたんだったら間違いなく買ってました。もし来年発売される iPhone が本当に充電端子 USB Type-C になったら AirPods Pro も USB Type-C のモデルが出るとか、交換用のね AirPods Pro の USB Type-C 充電のケースが出たりとか、そういう可能性もあるんで、そうなったら買うと思います。でも現状はこういう理由で買わないことにしました。でもさっきも言った通り、本当にね、買うかどうか本当に迷ってたんで、まあ欲しいは欲しいんで、興味はすごいあるんですよ。なので今回はね、残念ながら買わないんですけど、皆さんと同じように一視聴者として、 Apple 製品って人気なんでレビューしてくれる方多いと思うんで、そういうねレビュー動画っていうのを楽しみたいなと思っております。はい、というわけで今回はですね、突然発表された AirPods Pro に関するお話でございました。まだね、知らない方もいると思うんで、Apple の公式のホームページリンク貼り付けておきますんで、気になった方ぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。